聖母の汚れなき御心を浄化教会にようこそ。今日は6月の5日初金曜日、2015年6月の5日初金曜日です。イエス様の御心の随意ミサを歌ミサでしています。Welcome to Immaculate MaryMass Center. Today it is June 5, 2015, the first Friday. We are celebrating the 40th Mass of Sacred Heart of Jesus. And I'd like to propose to meditate about the love of our Lord Jesus Christ towards us, love of Sacred Heart towards us, first in Japanese and then in English. 今日、初金のイエス様の御心のミサを捧げていますが、イエス様が私たちのことをどれだけ愛されているか、特に昨日は、ご聖体の大祝日でしたから、特にイエス様が私たちに対してご聖体においてどれほど 愛しておられるかということを黙想して、そして私たちはそれに対してどのように答えるべきか、あるいは人類はどのように答えているかを垣間見て、そして私たちはイエス様に対してどのようにしていかなければならないかという宣伝の決心を立てることにいたしましょう。イエス様は聖木曜日に十字架に使われるその直前の晩にご自分の時が来られたことを知り、そしてこの世から父のもとに行く時が来たと知り、ご自分のものをこの世にいる自分の弟子たちを愛し、そして極めまで愛されたと聖ヨハネは言っています。そこでイエス様が私たちをどれほど愛されていたのかというのは、まずイエス様がこのご聖体を制定したその時とそのやり方、そしてそのご聖体の制定について、それ自体について考察してみることにします。まずイエス様はご自分の死の直前にご聖体を制定しました。人はよく死の直前に愛する者たちに自分の形見を残そうとします。そしてこれを愛の印として与えようとします。ある人は自分の着ていた特別の着物を、あるいは指輪を、あるいは時計を、自分の愛着していたものを子供に、あるいは愛する者に与えます。これは愛情の表現として。ところでイエス様は死の直前にご自分の愛の表現として、愛の極みとして、ご自分、それご自分自身を私たちに残そうとされました。イエス様のご聖体の制定は死の直前でありました。第二に、ちょうどそのイエス様がご聖体を制定されようとした時には、人類は、ユダヤ人たちはイエス様を死に渡そうと準備していたその真っ最中でした。イエス様は自分が裏切られ、自分が死に渡されるということをよく知りながらも、かえってその
そのような人類を愛そうと、そのような私たちのためにご自分を全て与えようとされました。しかもご自分を自分の十字架の上で自分の命を与え尽くそうとするのみならず、ご自分の御体を私たちの霊的糧として与えようとさえ思われました。イエス様の私たちに対する愛はご聖体の奇跡を生み出しました。そしてイエス様はパンをお取りになってこうおっしゃいます。これは私の体であると。第3に、イエス様のその天主であるという身分を考えてみなければなりません。皆さん、もしもある日家に郵便物が届いて、宮内庁から特別の菊の紋章の入った招待状が来て、親愛なる何とかさん、天皇陛下が、そして皇后陛下が、そして皇太子殿下と皇室全てが揃って皆さんを非常に深く敬愛して、皆さんをぜひ皇居に招待して、そして天皇陛下と一緒にお食事をされたいと陛下が申しておられる。ぜひお忙しいとは思うけれども、何月何日の何時に宮中で その晩餐会にぜひご招待預かっていただきたい。そうしたら私たちはどれほどなんと名誉なことであるかと思って、その日をきっと待ち遠しく思って、そしてその日のためにきれいな服を着て皇居に赴く、そして入口の警備員にその招待状を見せて、さあこれで招待されたから私たちは皇居に行くのではないでしょうか。もしもその招待状がその晩祭会のみならず、天皇陛下が非常に私たちのことを愛されて、そして天皇陛下は食事をするのみならず、ご自分を私たちの友として常にいつもいたいと思っている、天皇陛下はご自分を全て私たちに与え尽くしたいと思っていると思ったら、私たちはとんでもない、なんということをおっしゃるのだろうと思うかもしれません。しかし日本を作り、全世界を作り、宇宙のすべての美しさと鳥と花と太陽と銀河を作り、海の魚と全ての宝石金銀を作った大宇宙の創造主、三位一体の生ける御一人子が私たちに単にその被造物である、私たちに食べ物をくださるのみならず、そのご自分を全て与え尽くして、天主の御子のご自身を私たちの日常の糧として全てを与え尽くす、天主御子の持ってる全てを、天主御子それ自身を私たちの絵の贈り物として全てを与え尽くしたい。そして私ご自身にご自身に言っては何も残さずに全てを与えたいと思ってるという私たちの手紙が、私のもとに手紙が来たら、
一体私たちはどれほど感謝すべきでしょうか。実際この至聖なる意図を尊き 全能の愛である天主が、その愛である天主の御一人子が私たちを愛するあまりにそのことをなさったのです。聖人たちはそれを、ご聖体のことを見て、愛の奇跡だ、愛の約束だ、愛の愛だ、そして全人類一般に対する愛のみでならず、私たち各個人一人一人に対する極みのない極限の愛がここにあると叫びました。イエス様はご聖体を制定するときに、この杉越を私は極めて大きな望みを持って願っていた、お前たちと共に食べるのを望っていた、そして私たちにご自分を全て与え尽くしたいという燃えるような愛の望みを持ってこのご聖体を制定しました。イエス様は与えないこともできました。しかしあえてご自分を全て与えることを選び、それを望み、そしてそのことを極めて強く望みました。そしてもしも人の子の肉を食べるならば、お前たちには永遠の命があるだろう、そしてもしもそれがないならば、お前たちには永遠の命がないと、地獄に永遠の命とが奪われるという脅しさえもして、イエス様はそれをかけても私たちに与えたいと思っていました。イエス様はそれほどまでして私たちのもとに来たいと思っていました。イエス様の愛は私たちと共に一致していたいという極みの愛でした。イエス様はこのようにさえおっしゃいます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のにおいてあり、私は彼のうちにいる。イエス様はご聖体配慮によって私たちと 霊魂も肉体も共に一致したいと思っています。愛というのは、その効果は愛する両者を一つにまとめることです。愛すれば愛するほど、その愛する者たちは一つに、心も一つになります。イエス様は愛するがあまりに、ご聖体配慮によって私たちと一つ、いつも一致していたいと思っていました。フランシスコ、サレジオの聖フランシスコはご聖体を制定されたイエズ、ご聖体、イエズ様がご聖体制定されたほど、より私たちを愛し、これよりもより優しい愛が一体どこにあるだろうかと言っています。まさに私たちは天使様の愛を信じたのであります。そしてイエス様は私たちに全てを与えようとしている
そのことを信じたのであります。では一体なんでユダ様はそこまで私たちのことを愛され、そこまでしてご自分を全て与えようと思ったのでしょうか。ただ人間に、天使様が人間になる、それでもものすごい人間にとっての栄光であり、人間にとってのとてつもないお恵みでしたけれども、なぜイエス様は私たちの霊的な糧となり、パンとなるほどまで、私たちにとっての糧となるほどまで私たちを愛するのでしょうか。イエス様の愛はイエス様をあたかも全てを忘れさせて、正気を失わせされたかのようにさえ思います。ユダ様は人間を天主のようにしたかったのであります。ユダ様は私たちを愛するがあまり、人となり、天主が人となり、私たちを天主のようにさせたかったのです。そしてユダ様は私たちの糧となり、私たち天主ご自身が私たちの糧となることによって、私たちがまさに天主化し、天主の命を生きることを望んだのでした。そしてこの地上においてすでに天主の愛に、天主の命に生き、イエスキリストを誠の天主と一致し、そして永遠に天国で天主の命を、無限の幸せを味わい楽しむことを、そして私たちが天主を愛し、天主から愛され、無限に幸せであることを望まれたのでした。すでにこの地上である、この地上でからそのことを望まれたのでした。まさにここに天主様の愛の極めがあります。まずここにこそ天主様が望んだ誠の秩序があります。天使様が望んだ誠の平和があります。ですから私たちはこのイエス様の愛の計画に従わせ、イエス様を愛を持って礼拝し、そしてご聖体を愛を持って拝領することにいたしましょう。ところでこのような愛の極み、イエス・キリストの愛を見て人類はどのように答えたでしょうか。人類はこの愛の招きを無視して、無関心、冷淡、冒涜、そして罪に罪を重ねて、それに答えたのでした。イエス様がせっかく天主がせっかく人となり、私たちの糧と なり愛の極みを尽くしてくださったにもかかわらず、このイエス様のご聖体は無視されています。冷淡に配慮されています。無関心に取り扱われています。信じられてさえもいません。そうでなく、イエスキリストのない人間の栄光化を、人間が偶像化されて、人間の理性を、人間の尊厳を礼拝したり、人間の尊厳をのみ語るようになっています。イエスキリストのない人間の偶像化が、人間中心主義がはびこってしまっています。これはイエス様の望む秩序ではありません。イエス様は私たちがイエスキリスト
ご生誕において一致することによって初めて天主の命を与えようと思っています。それ以外には私たちが天使のようになることはできません。しかしイエス・キリストのないなしてはいけないやり方を持って私たちを天使であるかのように偶像化させる無秩序、創造の秩序の崩壊が破壊がなされようとしています。では最後に私たちはどのこの今日この初金曜日にどのような宣伝の決心を立てたらよいでしょうか。私はちょうどファチマの天使が子供たちに教えたようにイエス様の天使の立てた秩序に従うことを提案します。3回目のご出現でポルトガルの天使、ポルトガルの主の天使は、平和の天使は子供たちにこう現れました。ご聖体を持ち、カリスを持ち、そしてその子供たちにそれを見せて、見せるとご聖体からは音痴が滴り、カリスの中にポタリポタリと落ちていました。それを見せた後に天使はそれを空中にそのまま置いて地面にひれ伏し、ひざまずき、ぬかついて深く頭を地面につけるように礼拝して、いとも至聖なる三位一体を父と子と聖霊を御身を深く礼拝したて祀る。そして我はこの同じイエズス御子イエズスキリストのいとも尊きご聖体、御体、御地、ご霊魂、そしてご神聖を全世界のご性質の中に、しましたもイエス・キリストの御体、御地、ご霊魂、ご神聖をイエス・キリストが受けておられるすべての冒涜、特性、無関心を継ぐのためにお下げいたします。そしてさらに続けてイエス様のイエスキリストのいとも至聖なる御心の功徳によりて、また聖母マリアの汚れなき御心の御取り次ぎにを通して、私は罪人たちの改心を御身に恋求めます。私たちも今日イエス様の御心の無限の功徳によって、そしてマリア様の汚れない御心の御取り次ぎを通してご聖体拝領をしながら深く礼拝し感謝し、私たちに対するその愛の極みを感謝し、そしてイエス様が受けておられる冒涜と償い、冒涜と無関心、冷淡、特性、すべての罪を償うことにいたしましょう。そして私たちの拙い祈りもマリア様の心を通してそれを捧げることにいたしましょう。 Yes, brethren, I propose to meditate the tremendous and immense love and charity of our Lord Jesus Christ towards us, and especially I'd like to propose to meditate His love through the point of the institution of the Blessed Sacrament. Sacred Heart of Jesus loves us so much,
And this love is manifested, of course, by creation, by incarnation, but also through the institution of the Blessed Sacrament. And today I'd like to propose to you to meditate several points: how and who and when this Blessed Sacrament is instituted for us, why, and in front of such a tremendous love, how the mankind responds to this love. And then let us take some conclusions, what we should do. Well, our Lord instituted, knowing that His hour has come, that He should pass out of this world to the Father, having loved His own that was in the world, He loved them unto the end, said Saint John. At the final hour, just before His passion and death, He, knowing that His time of death arrived, He wished to leave us the greatest proof of His love. Normally, man would like to give a token of affection, a mark of affection to the beloved. Sometimes we give our most beloved to the most things which you used to use, or love to use: watch, ring, clothes, the most important thing as symbol of our love. But Jesus Christ did the same thing. But not only His thing, perishable thing, but He wanted to leave His own, Himself. And this, the moment the men were preparing to put our Lord Jesus Christ to death, on the contrary, our Lord Jesus Christ was looking for to love man, to give Himself entirely for mankind as gift of love. He was not satisfied to give His life on the cross, but He wanted to give His body for our food. His real love invented the institution of the Blessed Sacrament. He said, taking bread, "This is my body." If God said it, it is true. It is real body. And imagine that if the Mr. President of the Philippines wrote a letter of invitation, "Dear Madam, I'm very honored and pleased to invite you to Malacañang Palace to have a dinner party with you. You are chosen among 90 million of our people, our citizens, especially because I love you so much. And please take your time and consider my special request to give me pleasure to dine with me." And if we receive such a letter from the part of Mr. President, well, I will feel that we are very honored. We are so pleased to respond to such a lovely invitation. But if the Mr. President not only share his table and eat with him the same thing, but if Mr. President says, "Well, Madam, not only I want to share my food, but I like to give myself at your service. I give myself for you." "Oh, Mr. President, that's too much. What are you talking about? I cannot understand." But it happened not only from Mr. President, whose term is only 5 years, but God,
Creator of all beautiful sunshines and beautiful stars of the firmament and moon and all the beautiful sea of this so transparent seashore and the white sand and so many fish and the corals and the birds and the flowers and the animals and the trees and all beautiful creator, all beautiful diamond and all beauty of nature and creator and the owner of all lives and the master and king of kings said to us, oh, my dearest, I want to give you all what I have and all I am, and nothing will left for me. I invite you, I give you all, please accept my love. And in such a mark of affection and tremendous love, all saints said, exclaimed, the really the blessed sacrament, the sacrament of love, the pledge of love, love of love. God loved us such that as if God, Jesus Christ, lost his mind. Unbelievable. And our Lord desired this with great desire. And even he promised eternal life. Eat my body. If you do so, you will have eternal life. If you do not, he threatened, you will not have it. Please, he urged us, and he threatened if we neglect such a love. Why? Because his desire is to love us, is to give us himself and come to us. And he wants to be united so intimately to our soul by the Holy Communion. He said, he that eats my flesh, drinks my blood, abides in me and I in him. He wants only intimate union between you and him. This is the effect of love. You see, if we love one another, these lovers become one heart. And our Lord wants one heart and one body. He invented the Blessed Sacrament. Union between God, Jesus Christ, and us is effected by this Holy Sacrament. Saint Francis of Sales said, no action of the Sacred Heart can be more loving, more tender than the institution of the Blessed Sacrament. Why Jesus Christ loves us so much? Well, among all the choices, he has chosen this way. He desired this to love us. By God becoming man, he wanted to unite human nature with divine nature. God wanted man to be like God. Not only this, by the institution of the Blessed Sacrament, even God wanted to nourish us through himself, by himself. God himself becomes our nourishment, our bread. Unbelievable. Even angels cannot have such a privilege. The love of Jesus Christ, love of God, seems us such that he has lost his mind. This is the true deification of man he wants. This is the true order God wants, the true way of giving us peace.
God wants us to be like God, not only in heaven, but also started upon earth by giving himself to us as our nourishment in front of such a tremendous, unbelievable, immense charity from our Lord Jesus Christ. What is the response of mankind? Well, just indifference, ignorance, blasphemies and sacrileges, and completely cold heart, no interest. And our Lord is so much offended. And even mankind wants to be like God with our Jesus Christ. And such a destruction of order of God is unparalleled. Oh, our Lord Jesus Christ, He is so offended. So, our dearest brethren, what shall we do? Well, I'd like to propose to you to meditate the Our Lady of Fatima, especially angel of guardian angel of Fatima of Portugal, appeared three children. In the third apparition, angel appears with the Blessed Sacrament, holding host and chalice. Look from the host, there is a precious blood coming down, drop by drop. And looking at these children was so surprised. And oh, look! Angel somehow leave the Blessed Sacrament in the air, and he knelt down and putting his forehead on the ground, adored the Blessed Sacrament, said, "Most Holy Trinity, the Father, Son, the Holy Ghost, I adore thee profoundly. I offer thee the most precious blood, the most blessed body, blood, soul, and divinity of the same Jesus Christ, present in the tabernacles of the world, in reparation for all the sacrileges, outrages, and indifferences by which he is offended. By the infinite merits of the most sacred heart of Jesus, and through the infinite immaculate heart of Mary, I beg of thee the conversion of poor sinners." So let us today, First Friday, offer our Holy Communion in deep adoration of the precious blood, precious body of our Lord Jesus Christ, and receive it with adoration and thanksgiving. And let us pray to the Sacred Heart Jesus that through His infinite merit and through the intercession of the Immaculate Heart of Mary, may the poor sinners be converted to the love of Jesus Christ, that they may come to senses, to adore and love and believe and love Jesus Christ, who loves us so much. And let us ask Our Lady, Immaculate Heart of Mary, to help us, our poor heart, that we love Him, to adore Him as He desires us to do. 父と子と聖霊との御名によって、アーメン。